今回は、芥見ゲゲ主人公には厳しくしたい、に対する読者の反応を紹介していきます。その、もう少し手心というかなんというか。私が今の虎杖に欲するのは希望ではない削り出し、それが呪術廻戦です。削り出し期間長くね。鬼、悪魔、打点。愛の鞭？最後までずっと厳しいんかな。釘崎、死にたてほやほや伏黒、本詞は、あ。削り出してるところだからね、最後に残る虎杖雄二のコアを見るのが楽しみなんだよ。ライナーみたいなのとは別物だよな。虎杖、基本的に何も悪いことしてないからね。渋谷大量殺人やったのは宿儺ですから君は悪くないよ。カタルシスが約束されてない状態で厳しさだけ見せられてもな。今週でついに能力ない無能みたいになったのはさすがに絶望ばっかで面白くないわ。主人公どころかモブだろ。もうゴリラも上位互換できちゃったしな。猫虎杖というキャラクターを一皮剥くためには一回絶対折らなきゃいけないってのは最初からあったので、まあその作業でしたね。釘崎、七海、一回虎杖に対する嘆願。猫ってまんまま人だよな。魂は何度でも殺せる。猫虎杖は私が苦手な少年誌主人公を背負わせた。特に最初の頃は動かしづらかった。場を回すのは他のキャラ、物語を作る上で動かしにくい、逆に言えば動かしやすいキャラがいた時に入るキャラ。苦手で動かしづらいのに主人公にしたなぞ。主人公には厳しくしたいタイプだそうだから、落説的に見れば虎杖に厳しくしたいというより厳しくできる主人公として虎杖が作られてるのかも。正しい人か自分は部品とか傲慢で甘っちょろいこと言ってる奴は何度でも降りたくなるもんね。行動原理の一つの正しい知ってのが漠然としてるからな。いじめ見てる気分なんだよな。そこまでではなくない？いやひどいよ。よくここまで主人公いじめられると思う。伏黒兄弟に対しても相当ひどいというかえぐい。ん、別に虎杖だけひどい目に遭うわけじゃないからいじめとは思わないな。というか味方サイドがみんないじめられててうんって感じだ。敵はぶっ倒されて終わり。下等みたいな例外はいるけど、でいじめられてるわけでもないのに。順平ゲラゲラ界の前科があるからな。某有S A のゲラゲラのページってもっと長い予定だったってファンブックに書いてあったしな。まだまだ降りたいのかもな。見開きのゲラゲラは打ち合わせで6ページで3回くらいやっちゃおうか。虎杖が泣いちゃったりしてさ、二人がこいつ泣いてるぜからってやんのとか言ってましたが、ネームを切る際には我に返ってました。ファンブック見るとすでに手心は加えてるな。伏黒も虎杖折るための作業か。削り切った末に何をするつもりなんだろうね。猫はせめて小指は直してほしいんですが、握る力半減するっていうし、円弧詰められてる主人公はちょっとが的に、いつ見ても悪趣味で笑う笑えない。これ実際に矢印がこうなってる場所あるの？なら見つけて思いついた時楽しかっただろうな。若さを肯定しつつもハリボテの達観が青ざめ、くじけていく様を見るのが私たちは大好きなのです。若さの肯定どこだよ。まだ宝石の国とかそのレベルじゃないからセーフ。個人的に曇らせは晴れるから面白いので、正直微妙。少年誌でどんだけ味方陣営いじめれるのかって感じで今は見てる。比較対象に宝石の国が上がる時点で境遇の過酷さというか報われなさは一段底抜けてる感ある。ライブ感面白いって人としんどいから一気読みしたいって人で分かれそうやな。自分は今週でやっと呪術らしくなってきたなと思ったが、展開は地獄だが死滅始まって今が一番面白い。虎杖いじめというより伏線回収と怒涛の展開が一気に来そうで期待してる。話としては面白いけど希望が見えないから暗くなる。特定のキャラに入れ込んだら辛いだけになる。ゲラゲラのシーンから呪術が好きになったから自分は今の展開面白い。ゲラゲラは作品の世界観を決定づけたシーンではあるんだけど、主人公が頑張ってここから少しでも良い方向に進めてく話だと思った人は今の展開しんどいだろうな。いやまあ俺の話なんだが、展開が厳しいのは良いけど主人公弱いのはやめてほしい。主人公が弱い、敵が強すぎる、丸。作者からいじめを受けている対象として他漫画のキャラクターと比較されたりするが、この漫画はそれをジャンプ主人公でやってるのがなんというか、チャレンジャーだと褒めるべきなのか。別に作者はいじめようなんて思って書いてはいないと思う。自分も基本そう思ってるけど、順平会のコメント読んだ時はさすがに歪んでやがる、と戦慄はした。歪んでないとこういう話かけんよね。楽に言えばだから猫は少年漫画の王道が苦手なのかなと。虎杖苦手も同じ理由だろ。虎杖だけ言われるけど他のキャラも相当なんだよな。
それはマジでそうただ虎杖の心の変化を丁寧に書いてるからより念入りに感じてしまう。他のキャラは容赦なくズバッとやられるイメージ。虎杖の場合は主人公だから出番も多いしじっくり時間をかけていたぶってるイメージ。何回虎杖の戦績は悪くするって聞いたけど、この発言虎杖個人じゃなくて虎杖のいる陣営全部にかかってるじゃないかと最近思う。バトル漫画であえて弱いことがアイデンティティになってる主人公もいるけど、虎杖の場合少なくとも現状弱いことをプラスに変えられてるわけでもないのがな。弱い奴が弱いゆえに殴られてるっていう当たり前の光景が延々続いてるだけという悲しさ。活躍してる強いなら虎杖強くね、死滅でもルール追加させる。活躍してて先輩たちのポイント集めるのにめちゃくちゃ貢献してるし、まあそのポイントほとんど少なが使うんだけどな、ブヘヘヘヘ。伏黒恵に入ったポイント少なは使えるのかな。自分が単眼猫の兄だったら弟に対してちょっと恐怖を覚えると思う。読者の視点が虎杖だから辛い展開が多いなーって感じるけど、実際は他キャラもえぐい展開だらけだから、この作者は等しく全キャラクターに愛の鞭を振るっているイメージがある。本当に愛の鞭かな、ただの鞭になってる人いない？茨がびっしり生えた鞭を愛と呼べるんなら。虎杖は作者の兄がモデルらしいけど、ここまで曇らせますかね？虎杖のモデルは仲のいい兄貴だよね。自分とは正反対の兄貴で何でもできて尊敬してるって聞いたようなだったらもうちょっと優しくしてくれよ。愛の鞭というかどこまでも虐待というか。最近の展開のせいでキャラが成功して喜んでても読者からは落とす前振りとしてしか見られなくなりそう。ゲラゲラもだけど純平のキャラ設定の話も他にもこいつは愚かなキャラでこいつは何をしても最終的に台無しになるキャラにしようみたいなことしてそうで怖い。さすがにそろそろ光線サイドがスカッと活躍するターンに入ってほしいか。しもとはかりの共闘でも巻き頭骨の共闘でも何でもいいからすっきり勝たせてくれ。誘引を下げたい。厳しめってそういう？最近の呪術に対する評価を見てると曇らせは晴れるの前提だから楽しめるってのが身に染みるぜ。まあ散々言われてた巻き頭も最後は無様にぶっ飛ばしてくれたし、メロンパンや少なも何かしらいい感じに処理してくれるとは期待してるよ。そこに至るまでがまだまだきつそうだけど、ぶっちゃけこっから晴らされても死んだものは帰らないし、壊れたものは戻らないしでねー。主人公に与えられがちな自己犠牲精神の代償をこんな最悪の形で支払われることになるとはなー。これがやりたくて死んでやるよさせてたんだなと思うと本当用意周到だよ。劣勢ってカタルシスのためには必要だけど、それがあまりに多すぎたり長すぎたりすると鬱憤の矛先が敵役だけじゃなく作劇にまで向き始めるから、正直ね、敵にばっか都合の良いイベントばっかだからスカッとしないのは作風だからいいとして、こっからどう話を畳むんだってのが先に来るよな。Y カタルシスをください、お願いですから、すぎます。単眼猫ここでこいつの頑張りが報われなかったらウケるやろうな。ニチャリーや単眼猫をコケにしてるわけじゃないんだけどね。言うて呪術って名前通り呪いが回る物語だからな。自分は単眼猫が描きたいものを描けてるんだったらもうそれでいいですという気持ち。虎杖と剣弱があったらどうなるかな。戦闘ってよりは心情面でカタルシス的な何かあるんかな。お互いあって親子ですってなってもああそうで終わるんじゃあれじゃんか。剣弱を手負いにするが逃げられるけど、天元様を無事に防衛完了ぐらいかな。さすがに剣弱があそこで殺されると考えてた人は少ないと思う。まさか完全勝利だとは思わなかったけど、剣弱も虎杖も互いに相手に対して眼中なしだから、アイムユアファザー、この場合マザー展開しても面白くないし、グダルだけだから対面しなくてもいいかなって最近思い始めた。それに伏黒がああなった以上虎杖の因縁は少ない一本に絞られた感がする。